パラディオ橋北側から見た、駅ホーム。向こうには、パラディオ橋が見える。自動改札機が設置されていた頃の、鞍馬駅方面駅ホームの出入り口。京都精華、大前駅は、京都府京都市左京区にある、叡山電鉄鞍馬線の駅。叡山電鉄の中で最も新しい駅である。駅ナンバリングは、E12。駅名の通り、京都精華大学の最寄り駅である。駅ホームから大学の通用門にアクセスでき、キャンパスの中心部は大学の正門からよりも近い。まさに大学のための駅となっている。1970年頃の同駅付近。車両はDO200相対式2面2線のホームを持つ無人駅。両ホームは全体が上屋で覆われており、ホームごとに上屋や柱、壁のデザインを変えている。それぞれのホームに出入り口がある。基本は無人駅であるが、大学の繁忙期や朝ラッシュ時には係員が配置される。そのため係員の詰め所が両室入口の脇にある。かつては、鞍馬駅方面駅ホームに自動改札機があったが現在では撤去されている。回数券の一部は大学構内の下船道で発売している。両ホームと大学構内を結ぶ橋はパラディオ橋と呼ばれ、京都精華大学名誉教授の上田敦によって制作されたものである。下りホームから住宅地、上りホームから大学正門付近へはスロープでバリアフリーに対応しているが、反対側への移動はパラディオ橋のみによっており、構内や隣接の踏切がないのでかなり迂回が必要。京都精華大学のある山の斜面の裾部分に位置している。上りホームは一部山の斜面に接している。反対側は狭い谷間の農耕地であった。2000年前後から住宅が増えてきているが、まだまだ農耕地や駐車場が目立つ。京都精華大学前バス停があり、京都バスの路線が乗り入れる。ありがとうございます。